アンソンチ学校2021年第2期約束神の永遠の契約第13課新しい契約の人生最初に観難から栄光へという文章からお読みいたしますパウロさんが囚人としてローマに到着した時の出来事です突然歓喜の叫び,叫びが聞こえたかと思うと一人の男が通りがかりの群衆の中から飛び出してきて その囚人の首にしがみつきあたかも息子が長い間留守をしていた父を迎えるかのように涙と喜びをもって抱きしめる多くの者が愛情のこもったしかも待ちかねたような眼差しで「この囚人こそかつてコリントでピリピでエペソで自分たちに命の言葉を語ってくれた人だと認めるや」。 その都度同じ光景が繰り返される少しし飛ばします彼らはパウロを忘れたこともなければ彼を愛する心にも変わりがないということまた彼らの生活を生き生きしたものとし神に対する平和を与えてくれる喜ばしい望みが持てるのは彼のおかげであるということを自信を持ってパウロに伝える。彼らは特別に許す 許されさえすれば町までの道をずっと愛の熱情に燃えてパウロを肩に乗せていくであろう彼らの人生を生き生きしたものとし神に対する平和を与えてくれる喜ばしい望みが持てるのは永遠の契約のおかげ新しい契約の人生です清めというと日本では お清め、塩膜とか精進料理とか修行とか滝に打たれるというイメージが思い出されるかもしれませんが聖書の清めは私たちはキリストを愛してているのので、なすべことに力が入るる。のであるこうして私たちはタラントを正しく活用することによって私たちをより高い世界に金の鎖で結びつけることができるのである。 これが真の清めである。というのは「清め」とは神の御心に完全に従いながら日ごとの務めを快活に行うことであるからである。イエス様にしましても各時代の希望に「イエスは明るく快活なお方だった」と書いてあります。聖書の主題は「 喜びですこの聖句にも御霊の実は苦しみ悲しみ難しいつまらない退屈不平不満とは書いてありません皆さん今週のアンス息ジガイドはいかがでしたでしょうか難しいつまらない等々だったでしょうかそれとも喜びにあふれた学びだったでしょうか私は最初に読んだ時には感想した文章に 読めましたしかし真剣に祈り神様が共にいてくださるように願いこうして13日が終わりとても有儀な喜びと感動にあふれた時間になりましたこれは私の力でできることでないことを知っています主に心から感謝いたします私はイエス様を知る前は休日は遅くまで寝て過ごしてばかり 勉強も嫌いでし,たしかし教会に行くようになり趣味や休み旅行よりも仕事が働くことが好きになりましたある場所でこのことを話したら「そんな人はいない」と言われましたしかし1年くらい一緒に働いたらその方もそういう人もいると認めてくれました私は伝道が大嫌いでした難しい。 大変、恥ずかしい、成果が出ない、疲れる、勇気がいる、などなど、今では、最も好きな、楽しい、ワクワクする、また生き生きとする、人生で最も楽しい働きになっています。こんな驚くべき変化、奇跡が起こるのです。イエスは、世の人にとって癒しの恵みの、 泉であっナザルで人目につかず暮らしておられた年月の間イエスの命は同情ととと優しさという流れれなって人々に注がれた。老人たちも悲嘆に暮れている者たちも罪の重荷を負っている者たちも無邪気に喜んで遊んでいる子どもたちも森の小さな動物たちも荷物をつけた忍耐強い動物たちも イエスがいらっしゃれば、みなもっと幸福になった。これは本当のことだと思います。月曜日、罪意識からの解放。人間が背負う最も重い重荷は、罪の重荷です。人は他人を裁くことも大好きですが、自分を裁くのも大好きです。私はダメだ、ダメな人間だ、意味のない人間だ。 いてはならない人間だ迷惑かけるだけの人間だ自分という存在が重になっていないでしょうかいっそいなくなった方が良いと私はそう思って生きてきました周りもそう思っていたと思います自分が自分をさばいたら有罪周りがさばいても有罪そして何よりも天がさばいても有罪これで完璧な有罪だなと思っていました 滅んで当然滅んでいった方が世のため人のため宇宙のため人は自分にもまた他人にも実に残酷な心を持っています。聖書に「私はもう一人の見つかいが中空を飛ぶのを見た」。彼は地にに住む者すなわちあらゆる国国民民部族国語民族語 述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った神を恐れ神に栄光を着せよ神の裁きの時が来たからである天と地と海と水の源とを作られたかとをしおがめかつては神様の裁きは怖いと思っていましたしかし神様は私自身よりも残酷なのでしょうか このように書いてあります。人は一人一人の魂の事情をご存知である自分は罪深いものだとても罪深いとあなたは言うだろうあるいはそうかもしれないしかしあなたが悪ければ悪いほどイエスが必要なのである先ほどの聖書の見言,言葉にも「 天使は永遠の福音を携えてきて大声で言っていますさてある方はエステル記の中でエステルが内庭を通って王様に会いに来ました法律では召されないで内庭を通って王に行く者は必ず殺さなければならないという法律がありましたただ一つ 王様が金の釈を差し出した時のみ許されるのでしたそしてエステルは私がもし死なればならないのなら死にますと言って家庭を通って王様に会いに行きますそして金の釈が差し伸べられて助かるのでした私たちもイエス様にそのように近づきましょう許しという金の釈が差し伸べられますという説教で心が改心した と読んだことがありますまたもしかしたら中には「裁き私は大丈夫」「きちんと聖書は守ってるし良いこともたくさんしている」と思っている方がいらっしゃったら是非自分で自分を裁くのではなく聖書を開いて神様にお聞きになってはいかがでしょうか。もしかしたらあなたに足りないことが一つある。 心の貧しい人は幸いであるあるいは武道園の例えや宝刀息子の例えをお聞きになるかもしれません忘れないでくださいあなたを宇宙で一番よく知り一番愛しておられるのは神様ですあなたが病気や失敗あるいは罪を犯した時自分の功績に頼っている人は本当にもろいです また、できてない人をさばいたりしていく人生は、とても不幸です。余談ながら、バビロンという意味は、バベル、混乱を意味します。聖書には、バビロンは倒れた、バビロンから出てきなさいというメッセージがありますが、混乱の中から出て、どこへ行くのでしょうか。聖書は、神の忌ましを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒、 とありますもし今いる場所がそれ以外の場所なら混乱の場所にいます。無神論はこの極めてミクロで精巧な絶妙な世界を作ったのは偶然と教えており神の戒めはないいと教えていますですので対戦に逆らうものは殺しても盗んでも良いことになりますし それは実際に世界で行われています。また、えー、ここに書いてある通り、キリストが品性のただ一つの真の標準である。自分を他の人々と標準するものは、キリストの位置に、えええキリストの位置に自己を置いているのである。人を キリストの位置にキリストの位置に置く場所もバビロンです。今の世界総会総理テッドブルソン総理は「真の教会に導いてください」と「神に祈ってください」と訴えています。火曜日と水曜日、新しい頃そして永遠の命。私はかつてこんな心でこんな世の中を永遠に生きるのは地獄だなと思いました。 キリストの真の品性を見、キリストをキリストを心に受け入れる者は永遠の命を持つ。キリストが我々に住まわれるのは御霊を通してであり、神の御霊が信仰によって心に受け入れられるとき、それは永遠の命の始まりとなる。彼の不安は喜びに変わり。 疑いは望みに変わる。感謝の思いが湧き上がる石の心が砕かれる愛の潮流が魂に流れ込むキリストは彼の内にあって湧き上がって永遠の命に至る水の泉となられる。 しかし精霊の内獣によって清められてきた心にとってはすべてが変わってくるこれらの人々は神を知ることができるモーセは主の栄光が表された時岩の裂け目に隠れた私たちが神の愛を見るのはキリストの中に隠れる時であるそれはいつなのでしょうか 「いつか」とか「教会に長く通ってから」ではなく1808年のメッセージは「この今この場所で」と説いたのでしたもっと詳しくお知りになりたい方はこちらの URL からぜひご覧ください「木曜日新しい契約と宣教与えようそうすれば与えられるであろう」 今はネットで伝導できます。ご自分で話すことが苦手な方も、シェアやメール、コピペで伝導することができます。自分で説教や動画を作る人よりも、伝える人の方が影響力は大きいと私は思っています。視聴回数などは気にする必要がないと思います。有名なファーレルでさえ。時には、 教会に聴衆が一人もいないことがあったと書かれています一人でも聞いてくださるならばファーレルよりもよっぽど恵まれていることになりますガイドの言葉で終わりたいと思います私たちがこの世でしたほとんどすべてのことはこの世界が終われば忘れられるでしょうしかし福音を 人々に述べ伝えたことは、永遠に覚えられるのです。